僕をタッチペンでカタカナ花火で、あ、じゃ、いいえ。ひらがな花火。はい。ひらがな花火の遊び方を説明するわね。花火マンの花火大会が始まるわよ。どんな花火を打ち上げるのか教えてくれるんだけど、あれ？何か変ね。この文字に濁点がないから間違っているのね。あら？これもどこか変だわ。こっちは半濁点がついてないわ。絵をよく見て、正しい文字をタッチペンで書いてね。正解すると、花火マンが花火を打ち上げるわよ。たくさん花火が見られるように頑張ってね。さあ、やってみよう。どこがおかしいのかしら。正しい文字に直してね。おかしいのかしら。正しい文字に直してね。かかと。
ぶどう。正しく。ぶどう。ぶどう。すごいすごい。出発進行。ぶどう。すごい。全部の荷物を運べたね。おしまい。僕をタッチペンでタッチして行きたいところに飛んで行こう。つないでみようで遊ぶ？はい。つないでみようの遊び方を説明するわね。みんなが投げ縄の練習をしているの。吹き出しの言葉と樽の絵が合うようにタッチペンで投げ縄と樽をつないでね。絵と言葉が合っていれば樽を引っ張ることができるわよ。間違えると縄がほどけてしまうから気をつけてね。絵と言葉が正しくつながるように頑張ってね。さあやってみよう。投げ縄を樽につなげてね。すごい。投げ縄を樽につなげてね。投げ縄を樽につなげてね。正解。投げ縄を樽につなげてね。